ち上がろうとする、これを打破しようとする力を私たちは養わなきゃダメですよ。これから理解することとね、その理解力を行動にして表すっていうことはまた一歩次元が違いますから、先生に言われて、あ、これは本当だな、あ、これをしようと思ったら即実行しなさい。実行しなかったら理解というものがあっても全然役に立たないんです。聖書には行いが伴わない信仰は死んでいるっていうね、聖書の言葉があるんです。私たちは理解して得たことをいかにしてそれを実行していけるかっていうことが大切です。